イッチプライム2月のラインナップを紹介する動画。そのままやないかーい。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもすみじきょうチャンネルご覧いただきありがとうございます。では、プライムでゲームの2月のラインナップが公開されましたので、見ていただきいきたいと思いますが、まあ、今回ね、前回よりは少なめのゲーム数なんですが、いやーどうしてなかなかいいゲームがラインナップされておりますよ。はい、 GOG.com、そしてエピックゲームズからもありますけれどもね、はい、合計6つのゲームが、エントリーされております。では早速見ていきたいと思うんですが、まずね、 GOG.com でステラリス来ました。これはパラドゲーですね。 SF 系のパラドゲーなんですけれども、まあ、実際どうやって GOG.com で有効化するかやってみましょうか。はい、クリックして、でここの、王冠をクリックするとこのコードが出てくるので、これをコピーします。はい、でコピー完了になるので、はい、 GOG.com のですね、自分のアカウント名のレディームアコードというのを押してもらって、はい、ここにエンターコード、先ほどのコピーしたものを貼り付けてコンティニューを押すだけで、はい、ステラリスが入ります。そしてレディームを押します、まあ、レジームっていうのかな。はい、そして、コードレディームズサクセスフルフリーと出たら、マイアカウントに行ってください。すると、はい、ステラリスが入ります。はい、なんとね、このステラリス、GOG.com で今、はい、$14で、セールされているんですけどね、64% オフの。これ安いなと思って買うよりも、ね、プライムでゲーミング経由でゲットした方が安いという、はい、しかもプライムでゲームのその後のサービスも味わうことができるという、こっちの方がお買い得だろう、お得だろうっていう感じしますけれどもね。はい、そして、同じ要領でワールドウォーズも、エピックゲームズでコードを入れてですね、有効化することができます。これに関してはもうすでに持っておられる方もおられるかもしれません。はい、そして、残りプライムでゲーム、アマゾンの4つのゲームですね、ダウンロードしてプレイするものを見ていきたいと思います。まず最初ですね、ゴラゾサッカーリーグというゲームですね。あ、もちろん、さっきのステラリスも、ワールドウォーズもスチームページあるので、まあ、そのページでどういうゲームかを、見ていただいて参考にすることができると思います。はい、ゴラゾサッカーリーグ、ゴラゾーってよく出てきますよね。ヨーロッパサッカーかな、ゴラゾーってね、出てきますけれども、はい、言語フランス語、イタリア語、ドイツがあるので、多分ヨーロッパの言葉なんでしょうね。はい、なんかコミカルなサッカーゲームで、でも非常に好評の評価がついているゲームですね。インターフェース日本語ありますし、がめっちゃ速い、すごい。こんな速く走れたら宮市もびっくりですね。ちょっと古いか。はい、セガを意識していると思われるサッカーゲームで、バーチャファイターやバーチャストライカーみたいなボイスに効果音、グラフィックのトゥーンレンダリングも JSR と彷彿としますということで、なんかこう懐かしのサッカーゲームみたいです。はい、そして2つ目、はい、As Far As The Eye というゲームですね。これはコロニーシミュレーションストラテジーのタグが付けられていて、Steam では2020年9月11日に配信されたやや好評のゲームになってます。2570円。はい、ローグライク要素のある単性ストラテジーゲーム、世界が水没する前に動物たちの部隊を率いて、タイトルにもなっている聖地ザ・アイを目指す。プレイヤーは導きの風となり、部族の行動を管理したり、ステージクリアに必要な資材を集めたりしなければならない。敵がおらず戦闘が発生しないのが大きな特徴。そうなんだ。戦略ゲームで戦争もせず、ひたすら内戦に明け暮れているプレイヤーにはうってつけのゲーム。へえ、戦闘のないか。なかなか面白いかもしれない。まあ、それがまあちょっとやや好評の評価につながっているのかもしれませんが。はい。そして3つ目。アッシュウォーカーズっていうのかな？はい。出ました。ちょっと、読み方わかりませんが、これ日本語に変、あ、アッシュか。やっぱアッシュウォーカーでしたね。よかったよかった。待ってたわ。はい。
で2021年4月15日やや好評のサバイバルアドベンチャーになってます。1220円。はい、今から200年後、火山の噴火などによる災害により荒廃した地球を舞台に旅を続ける4人を管理するポストアポカリプスサバイバル。プレイヤーは悪天候や灰の嵐、酸性雨などの自然災害に立ち向かい、仲間たちとの関係や道徳的なジレンマなど様々に分岐する物語を選択しながら旅を続けていく。プレイヤーの選択によって訪れる結末は34種類用意されているとなっています。はい、このゲームが、リリースさ無料でプレイすることができます。そして、はい、ダブルキックヒーローズが出ました。これはね、音ゲーとシューティングゲームが加わった、リズムゲームとシューティングゲームが融合したゲームになってますね。はい、2050円で購入することができます。音ゲーとシューティングが融合したリズムシューター、全30ステージを舞台とし、音楽に合わせ譜面を叩くことで、銃をぶっ放しゾンビを吹き飛ばすユニークな作品。ゲーム内心機能としてエディターが搭載されており、好きな曲をインポートすれば譜面を作成して他プレイヤーと共有するもよし、自身で遊ぶもよしの至れり尽くせりな設計ですと。インターフェース字幕日本語あります。はい、日本人もね結構おすすめしております。音ゲーにプラスアルファをどう見るかと、プラスアルファをどう見るかですよね。確かにね。でもこれめちゃくちゃなんか有名で、自分も多分ピックアップ1週間限定セールなんかで紹介したことがあると思いますけれどもね。はい、おすすめのタイトルになっています。以上、まあ、数こそ少ないですけど、はい、こんなゲームたちが2月ラインナップされておりますので、はい、このプライムでゲーミングはツイッチプライム無料登録して Amazon プライムの会員に入って、まあ、そんなに、月額高くありません。1ヶ月に1回ゲームが更新されますし、まあ毎回言ってますけれども、ゲームだけではなくてスキンであるとかね、基本プレイ無料のゲームのスキンであるとか、様々なゲームのアイテムが手に入る、ものもあるのでね、その Amazon プライム、その Twitch プライム限定のゲーム内コンテンツなんかもあるので、ぜひゲットしていただければと思います。またこのやり方に関しては自分の、ブログなどにも載せてるので、概要欄からまたカードからね、リンクに飛んでいただければと思います。以上、プライムでゲーミング2月のラインナップでした。ユーロでした。バイバイ。ゲーム楽しんでくださいね。